はい、お疲れ様です。急上昇乗ったな。乗りましたね。急上昇乗ったな。そう、また今日はお前に見せただろ、俺のスーパー経営者って。ああ、はい、仕事の仕方ですね。そしてお前続いてまたやったぞ。俺は資料請求したんだ。はい、これさ、Facebook でさ、はい、なんか最近社内トレの宣伝が結構出てくるもんで、はい、まあ、調べたんだ、うん、で、まあ、これ本当にさ、塗料で、まあ、Facebook で今売り出し中だと思うんだけど出てるから、はい、でこれに、まあ、電話をして、はい、まあ、資料請求してくれと、まあ、いいですよと、はい、で、まあ、行って、急上昇になるような YouTuber じゃん。はい、そうですね。なるほど、はい、塗料をただで入れさせろと。はい、な、はい、宣伝してあげるから。はい、視聴者の皆さん、これは別にあれだよ。俺が別にお金ケチってるわけじゃないよ。ただそのやっぱね、経営者ってこれぐらいの圧力もいるよって。これが仕事ってことですか。これが仕事が、まあ、宣伝、まあ、ウィンウィンの関係になるでしょ。はい、そうですね。でしょ、まあ、ちょっとでな、はい、資料請求したらでもビビったもんな。ちょっと会社でかすぎるわ。そうなんだ。エンターテインメント、パチンコからなんかやってるみたいだよ。はい、やべえぞ。まあまあテンポあるじゃん。広島とか山口とか結構ありますね。YouTuber なんでいいんだよ、バカね。バカ最高だよ。不動産事業までやってるでな。しかもお前ただの普通じゃん。リノベーション、デザイン、自社所有とか、はい、やばいよね。結構広い。極めつけはお前マリーナ事業だぞ。マリーナですか。アウトだろこれ。やばくね。でここにまあペイント事業があるんだけど、はい、うん、まあ、資料を送ってもらった中にこんなの入ってたんだけど、はい、うん、ちょっと間違えたな俺な。まあ俺これペイント事業って、まあまあぶっちゃけこれちょっと 1,2 度ちょっと話したことあるんだけど、はい、まあ、今からちょっと切り込んでみようと思います、はい、視聴者の皆さん、まあ、ここはやっぱりリアル撮りたいなと思って、はい、まあ、そこまでは言ってないんだわ。あー、まあ、YouTube の存在は言ってあるもんで、はい、まあ、じっくり俺の急上昇を見とることじゃない。そうです、この頃朝から、まあ、これ本当ね、まあ、半分だけだけど皆さん、あの本当に、まあ、まあ圧とかじゃないけど、まあ、本当にビジネスってどんなことでもやっぱ人間対人間だからさ、やっぱ自分で動くことで世界って変わってくるんじゃないのっていうのをちょっと奇跡を起こそうか。はい、もしもし。あ、はい、井出さんですか。あ、そうです。あの、うちの YouTube 見ていただきましたか。拝見しました。どうでした。再生も多くてすごいなと思って見てるんですけど、宣伝効果はあるかなって思われましたか。あ、せ、まあ、ぜひ、うん、宣伝効果あるんじゃないかなと思います。いや、僕もその、ね、まあ、せっかくこれ僕も Facebook ではい、和光さんのこの、なんていうテレビでしたっけ、和光エコシールドですね。はい、僕はもうこの塗料の、はい、もう感銘を受けまして。あ、ありがとうございます。ぜひこの塗料が使ってみたいということで、はい、ぜひこの塗料を宣伝したいんですよ僕は。もしよければですけど、まあ、うちの屋根で8本、10本ぐらい無料でいただくってことができないですかね。え、無料ですか。はい、まあ、もちろん僕はあの最大限の宣伝をさせていただきますけど、ちなみに今も動画撮ってますけどね、これ。ああ、そうなんですか。無料ですか。無料、あ、ちょっとそうですね、ちょっとか、僕もちょっと上司と掛け合ってみないと。そうですね、ちょっとただっていうのは難しいんですけど、はい、こうプロモーション価格で出させてもらうっていうのはどうでしょうか。プロモーション価格っていうのは3000円ぐらいですか。え、3000円ぐらいですか。3000円だとちょっと相当メリットありますよ、うちの YouTube 出すっていうのは。まあ、塗装の職人さんもいっぱい見てますし、まあ、見ていただいた通り結構現場系の動画ばっかりですよね。そうです。チャンネル登録も10万人以上あるんで、非常に社長のところの動画でちょっと紹介してもらえるっていうのはありがたいなとは思うんですけど。ありがとうございます。ご契約ありがとうございます。ちなみに、はい、まあ、例えば1本どれくらいの費用なんか聞かせていただければありがたいんですけど。プロモーション価格の方ですか。そうですね。ああ、そうですね、プロモーション価格どうしましょうか。1本1万円ぐらいっていうのはいいんですか。それなんとか掛け合います。
本当ですか。もううちの屋根に塗るんで効果ははっきり分かると思うんですよね。そうですよね。でうち屋根がなんかあのあれなんですよ、あの屋根裏みたいなのがないような仕様にしとるんで、すっごい夏暑くなるんで、はいはい、うん、効果出ると思うんですよね、電気代とかああいうのに。あ、楽しみですね。ぜひじゃあその上司と掛け合っていただいて。わかりました。はい、はい、井出さんに会えることを楽しみにしておりますので。あ、わかりました。よろしくお願いします。掛け合ってみます。はい、楽しみにします。また連絡ください。はい、お願いします。失礼します。こうやってやるんだよ。一本一万円ですね。これが営業力。まだ連絡来ると思いますね、視聴者の皆さんね。はい、まあまあ、ほんと、まあちょっときつい言い方もね、まあ、ちょっと動画の前だとちょっときつい言い方もしちゃったと思うんですけど、でもまあ本当に調整しながらやって、まあ、また本当は1回2回で決まんないかもしれないしな、今後な。そうですね、うん、まあちょっとまた動画で、まあ、視聴者がこれ見とるんだったらまああれだよな、うん、まあ決まったってことなんで。そうですね、動画になってれば、うん、まあそうするとまあ多分担当者も来ると思うしなんですよ、ね、し、うん、よろしくお願いします。お願いします。です。お疲れ様です。です。お疲れ様です。この方は？この方は？この方は？めちゃさんですか？誰でしょう。ああ。よろしくお願いします。和光の井出と言います。和光の井出さん。はい。ってことは視聴者の皆さん、まあ、先日撮った動画で、まあこれ続きで見てるもんでね。そうですね。ついさっきのやつ見たけど。いや電話したの。あ、そうか。カメラ回しながら。知らんなそれ。で、塗料を安く入れてくれと。これをプロモーション価格で1本1万で入れると。1本1万、うん、まあ通常3万か4万ぐらいですか。4万です、ね、4万ぐらいですね、はい、まあでも大量に買ったらすぐ安なんでしょ。いや、そうです。まあ現場がでかいとか、そうですね、この辺とかだとね、ちょっとなかなか難しいんでしょ。で、微妙な金額1万8000円で俺は買いました。これが聞いております。1万8000円。すいません、いいですか。1万8000円。1万8000円でお願いします。ここ下にテロップ入るよ、下にテロップが。あのこの後上司がさらにもうね、いい動画と止まったし、この宣伝になったと言って、この下のテロップが1万2000円ぐらいになるんじゃないですか。でそんな安く買えたの。いやプロモーション価格なんだよ。そうなんです。いや、そうなんですけどね。で、これ実際に今日来てもらって、はい、どこから来たって言ってました。広島から今日来てくれて、まあ、もちろん交通費だけでも結構な金額だよね。そうですね。でせっかくなんでって言って、まあ、説明もしてほしいと、うん、でこれはフェイスブックでこれは無料で配ってますよね。そうです、うん、4キロは配ってますよね。なのでぜひ皆さんこれ見たら、あの、まあ、フェイスブック見んでも、まあ、概要欄に貼っときゃいいですね、リンクかなんか。そうですね、うん、はい。で、まああれでしょ、まあ、一般の人が請求とかしたらもんで、あ、それはちょっとある程度、まあ、審査はして審査はしてですね、うん、で、はい、まあ塗装屋さんとかいいでしょ。塗装屋さんとか、うん、建設関係の建設関係だったら全然いいよっていう、はい、で、まあ、実際にこれやっぱまあ冬だもんで性能っていうのはなかなか難しいと思うんですけど、まあ、塗った感とかは、あ、塗った感ですか、うん、どう見た感じは。これ使ったことないんで、あのバーとかに似とるよな。見た感じこれ塗りやすそうは塗りやすそうだね。おお、上げてくれよ。白いで。最近 YouTube 慣れしとるでな、お前。固定ファンついとるでな、お前。二丁なの休み動画から。そうそう。めちゃくちゃうまそうじゃね。うまそうじゃね。まあなんかせっかくちょっとね、ほんとね、本当は今日要は下塗りとかね。これ動画別で撮ったもんな。あ、別で撮ってますね。あの本社に、まあ、正月前に、うん、まあ、ちょっと日程も空くもんでって言って足場をかけて。塗装するで、シーラー入れて、あ、そうです、洗浄かけて、でちょうど上塗りの日に合わせて今日来てもらったんですけど、はい、あいにくの雨でね。そうですね、残念です。申し訳ないです、本当にね。まあ、まだ地面濡れとるもんな。そうですね、うん、まあ、こういう状態でちょっと手上げしなきゃ、ちょっと急遽来てもらってちょっと試し塗りしてみようかってことになりましたんで、ぜひ、あの本当に興味あったらね、まあ性能も大事だと思うんで、まああれだけど、あの塗りやすいみたいだし、ちょっとじゃあ一緒に上がってもらってもいいですか。はい、さあ塗ってみようか。よし、じゃあ今から塗ってくれない。これだ、いらんと。あ、塗りやすいな。いや、お前出らせん、なんかうまいね、お前も塗りやすいなとか言って優しいなお前。これでお前入れさもらなかったらあれだろ、お前めちゃくちゃ言っとるだろうな。お前ダメだよ。そっちあんま縁だけ気をつけてください、ね、トロピューンと飛ぶで、はいはい、そっちピューンって飛んだら、ああ、うん、ズボン行っちゃうもんね、はい、ピューンって飛んだら会社が払うんで、うん。
ふざけんな。全然いいな、これ。そう。でも、あの、ヘベどんだけ塗らなかったの決まったんですか？ヘベだから、なんかこの4キロだと、12、3平米ぐらいですかね。ああ、まあ、結構。2回塗りで。ああ、結構あるね、じゃあ。はい、結構肉厚はつけなかったね。そうですね、肉厚はつけない。大体どれぐらい、その職人さんだったらどれぐらい、1日でどれぐらい塗ってくるんですか？肉厚多いとやっぱ結構かかるだろう。かかるっすね。そうですね。なんか普通の水性塗ってるみたいですね。そう、塗りやすい。塗りやすいですね。ダメもいいな。うん、ダメもいい。あのガチガチになる。なんかモゴモゴモゴってなるじゃん。もうもう粘土みたいになってるもんで。そうですね。あ、それ言われます？だからハケで塗ると結構こんな感じで。あ、ローラーだとやっぱり。ローラーだとどうしてもちょっと。ああ、そうかそうか、モゴモゴって出てますもんね。うん、なっちゃいますね。ハケだとすごいいいな。綺麗。塗りやすいですね。まあ、これ何、このままもう水も入れんでいいの？希釈しんでいいの？希釈したそれ。いや、希釈でも塗れるみたいな。本当は希釈してもいいですか？あ、希釈、希釈は水で全然してもらって。さらにしてもいいの？しても大丈夫です。いや、これいらんすね、希釈は。これだったら。あ、そう。塗りやすいんで。職人さん的にはどう？ヘビ走れそうなのか。あ、走る。走る。断然違うですね。そうするとお客さんにも安く提供できるのか。できるってことですね。同じ材料が、もし同じ材料としても。そうですね。それだけ作業効率が上がるってなれば、はい、いいよね。そうですね。僕らからしたらそっちが一番ですもんね。塗料なんか知り取るじゃないですか、行ってお客さんに提案するのって、やっぱり人気じゃないですか、うん、そうですよね、うん、まあ、あのね、視聴者の皆さん、よくあの俺もお客さんで最近営業同行しようってよく言うんだけどさ、安いんだうちの塗装屋が、本当にもうね、絶対手抜いとるぞって、こんな人気でできるかっていうな。今戸建てだって8人とか6人でやらなあかんとか言ってるでしょ。8人と6人だってそれぐらいの手間しか払ってないもんな。やばいよな。無理っすよ今な。無理っすよ。またこのままアンチコメントが湧くけど、また宣伝か。宣伝に決まっとくれえか。俺に YouTube やっとんだもんね。お前遊びやってるつもんねえやろ。これはちょっとやってみます。うん、結構肉厚つけないな。ちょっと切り出せる。こっち飛ぶ、飛んじゃう。飛ぶかもしれない。あ、ローラーだとつけるな、やっぱ。ああ、そうっすね。アロラだと透けちゃう。うん、透けない。2回塗り。なので一応2回塗りになってるんですよ。でも2回塗りで、ん？これで10平米？ 2回塗りで12、3平米。12、3平米だったら、まあこれぐらいでも十分だよね。はい、肉厚的には合格だよね。だから平米何キロみたいなのあるでしょ？ 平米 0.42 キロ。あ、2回塗りで 0.42 キロ。0.42 だ、はい。あなたはもう結構、これぐらいで十分だよな。あ、十分。これだけ肉厚さが十分かな。まあ下手したら一発でいくぐらいだから。まあ2回塗りは完全に収まるんですね。そう、白でも。そうですね。2発塗るのはやっぱ、何ですか、乾きづらいとかああいうのもあって。ん？一発のやつもあるじゃないですか、今塗るね。ああ、そうですね。だからやっぱり、膜厚で性能をやっぱり発揮するんで。膜厚だけつけや、割れちゃう。あんまりつけちゃうと割れちゃうと。いや、でも一気につけてもいいよね、これ。一気につけたらちょっと、やっぱり割れ、一発でいったら割れる可能性あるんで、あ、で 2回、ね、2回、3回ってこう重ね塗りをしてもらうのは、その方が効果は上がります。よく言うんだよ、お客さんにな、俺も。あの、なんか1回しか塗ってないとか言うけど、いや、あの、割れてなかったらもうまず問題ないし、もし1回で本当に濡れたとしたら、で、あとこういうボコボコになるのね、1回で塗ろうと思うとな、そうやってなかったら別に問題ないですよってお客さんによく言うんだけど、でもあの、分かるじゃないですかね。で、薄かったらもう絶対透けるんだから、角がね。そうですね。ただ一気につけちゃうとちょっとやっぱり割れるでってことですよね。あの、乾きも悪くなる。あ、そうそうですよね、これだとちょっと薄いよな。そうですね、それだとちょっと希釈したら多分透けるだいぶ透ける、ね、逆に希釈しずに塗った方がいいです。もうゴリゴリいった方がいった方がいいです。早いかもしれない、早い時は。この辺あのハケでいったところがもう、あれで割れんかったらもう一発でいいぐらい肉厚あるもんね、うん、肉厚はあるんですね。まあ部分部分で角のところが入らんでいかんけどね。そうですね、本当はまあきちっと2回目にしなかったと思うんですけどね、はい、おいいね、これいいですね。これの希釈しないまでまた使えるもんな。耐久年数どれぐらいあるんですか？検査した結果では、まあ 10年ぐらいは。あ、本当、はい、やっぱりそんな持たんだね。フッ素ほど持たん、シリコンぐらいだ。フッ素ほどは持たないですね。一応樹脂自体はアクリルシリコンなんで。ああ、そういうことか。はい、でもセンサーつけてるの、これインチキしてないからちゃんと見てこなかったぞ。そうですね、クラウドセンサーおかしくなるからちゃんとお前見とかなの。うちの YouTube 出してな、一応インチキなもの流せんでな、これセンサーおかしいんじゃないかな、これ。この辺センサーが違うやつつけてるんだ。
一緒全く一緒ですか、はい、これがまあ 家のサンプルみたいなもんだ。そうですね、電気を太陽と見立てて、あ、やるってことですよね。そうです。あれ、これ、あ、遮熱の屋根と、これ実際のね、これは、まあ、靴の鉄板と、これ行くわけだ。はい、ピタッと。なんでこれで部屋の温度がどれだけ変わるかっていうこと。まあ今ちょっとうちの方が温度高いんです。あ、おかしいぞ。あ、いいんか、いいか、逆に高いもんで、ね、そうそうそう、不利だね。用意スタート。で遮熱塗料ですか。ああ、そうですね、断熱遮熱塗料。あ、で実験してるんですか。ああ、そうです、そうです。この中の住宅模型の中の温度がどれぐらい差がつくかっていう。こっちももう全然違いますね。ああ、そうなんですよ。壊れちゃいそう、壊れちゃいそう。スイッチ溶けてないじゃない、まだ。まだ、そうですね、まだ溶けてないです。僕もずっと触ってる。俺こっち触れない。全然触っとれる、全然触っとれる。これ触ってないですよ、熱い。もう触れないですね。ね、本当にね、全然違うね。鉄板なので熱い。これ逆に、本当に10秒触っとったら1万円やるわ。10秒、10秒、うん、やって、本当ですね、10秒、本当ですね、10秒。指一本犠牲になりますよ。ね、10秒ですよ。手全部だぞ、これ全部だぞ。10秒な、10秒よーい、スタート。やっぱり10秒、耐えれ、やけどするな、これ。じゃあリリーちゃん、ちょっと温度測ってくれ。あー、そうですね、私さすがリリーっていう温度測ってくれ、ちょっと何度か。わかりました。どういうことですか。ちょっと待って、熱いやつ。こういう音です。あ、それいいっすね。この声がね、こんな可愛い声が裏返っちゃう。いやいやいや、もう一回ちょっと上がっていただいていいですか。いや、もう一回上がりますか。いや、ちょっとこれ怖いねんけど。ちょっと待って、怖いねんけど、これ10秒は。いや、これだけ違うね。もうこっちはどうですか。これ電球は熱いんだね。あ、でもこれこっちだったら10秒。うん、これは確かにいけますね。いけるよね。いや、これ違う、これ結構面白かったな。まあ、ちなみに今14分ね、はい、本当にね、リアル14分。そうね。こんだけ違う。で、これがもう丸一日さらされたって言ったら、ほら違うぜ。そう、ね。あ、いや、逆にあるかもしれんな。1時間とかやっといてどう差が出るかもしれんな。視聴者の皆さん、ぜひね、これ、まあ本当にいい塗料なんで、まあ広めてもらうっていうのはあれだけど、まあ本当に選ぶことだよな、まあ、自分たちで。おすすめだね、これ。おすすめだな。塗りやすいし、管理やったらよくわかるでしょ。そうですね、お客さんってやっぱ使ってほしいっていうか、まあ、提案すると、あ、遮熱そんなあんだってなるじゃん、はいはい、でちょっとね、ワンランク上の塗料を売って、まあね、金額的にも上がってくるしね、はい、工事の。そうですね、まあ、これ本当にいいと思う。で、工場なんかは本当に効果出ると思うんで、工場、そうですよね、本当効果あるんだろうなと思います。差が出ると思う、はい、4キロ間だったら無料で配布しちゃうんですね。そうです、まあ、もちろん審査して、まあ、ちゃんと塗装会社とか、はい、一般の人が請求してもらうから、うん、ちゃんとで使う側は別として、本当に余計や、うん、使ってよっていう、逆にまあ自信があるとそうやってやれるから、うんうん、そうですね。ぜひまたよろしくお願いします。じゃあチャンネル登録といいねよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、一緒にお願いします。また見てね。また買ってね。また買ってね。売り文句だね。で、来てくれるんですね。実際に対応してくれるからね、井手さんがね、問い合わせとかあって。ああ、問い合わせがあれば、井手さんが、まあ、この塗料部門の僕が対応やってるってことですね。はい、そうです。どこに行くってことですか。いやいや、まあまあ、どこ、まあ、本当は今回はもう撮影があるので来てください。はい、はい、ちょっと詳しく説明してくれっていう。そうです、うん、まあ、塗料の販売とかはやってるよってことです。いや、そうです。